次に落合貴之君はい、えー、立憲民主党の落合貴之でございます、えー。本日は大臣所信に対する質疑ということでよろしくお願いいたします、えー。急速な円安が進んでいます。で、私もですね、円安の利点っていうのが確かにあることも否定はしません。しかし、あの急な円安、これはあの副作用が多いですし、まあそもそも。 かつてよりも円安がプラスであるという効果は、薄れてきてるなというふうに思います。日銀もです、ね、先日、書面にこういうことを書いていましたあの。我が国の企業が海外での地産地消を進めてきた結果、円安が企業業績や株価にもたらすプラスの効果は、かつてより小さくなってきている。 これはあの日銀があの表に出している文書にもしっかり書いていることです。で、実際にですね、この海外生産比率というのを調べてみますと、1990年は4.6%しかありませんでした。今、最新の調べられたものでは、2020年度、これは22.4%、これ5倍にですね、 えー、30年で海外生産比率が上がっているわけでございます。で、ある大手証券のチーフエコノミストがあ書いています、えー、10%の円安が企業部門の輸出に与える影響、プラスの影響は4.3兆円、マイナスの影響、輸入に対するマイナスの影響は4兆円、えつまり企業部門もですね、 0.3兆円ぐらいしかプラスではないという資産を出しています。一方、家計はです、ね、あの輸入品を買うことが多いですので、2.6兆円マイナス、要は GDP 全体で考えると、円安は今はマイナスになるんだというのを、大手の証券会社のチーフエコノミストも書いています。エンゲル指数を見ててみましても おー40年前ぐらいの水準に戻っている、これはあの、まあ、低所得者にはきつい問題になっていると思います。え原油高の問題もありますが、えーまあ、年明けぐらいの段階では、国債価格が上がっていることが問題となっておりました。で今はだんだんんん落ち着いいいててきるてるけれども円安が進んででことで えー、国際価格が下がっているのに、まあ、買う価格がそんなに下がらないということで、これもあの分析を色々な、いろいろなエコノミストとかの分析を見てみますと、えー、原油の輸入価格の上昇要因の4割以上が今は円安を起因としているというようなことでございます。ここれ円安がどんどんん進行することで、まあ、今も 貿易赤字がかなり膨らんでしまっていますが、これ、続いてしまうのではないかというふうな心配をされているわけでございます。改めてです、ね、ここまで急な円安が進んでしまっている要因というのは、あ何なのかというふうに、まあ、これは産業政策、経済政策を打つ上えで、原因をしっかり把握。 あの考えるということは重要ですので、今、大臣はあのこれだけ急に進んでしまっているのは、何が原因だと考えていらっしゃいますでしょうか西村経済産業大臣。為替相場についてはです、ね、政府の一員でありますので、えー、そのレベル感についてコメントすることは控えたいと思いますが、さまざまな要因であの市場において決まってくると、そのさまざまな要因の中には、 一般論として言えば金利差があると思いますし、またご指摘の貿易収支、経常収支、あると思います、さらには投機がそれに絡んで、一定程度あるんだろうというふうに思います。そうした中で、ご指摘のように、あるいはあの今、日銀のご紹介ありましたけれども、最近のようなですね急速に一方的な円安を進行というのはまあ望ましくないというふうに考えておりますま。できれば安定してもらった方がいいと いいうことだとだ思いますそしてマイナス面としてはあの、今お話ありましたように、家庭や企業の負担増にもつながっておりますし、えー、その点については、電気料金など、負担軽減策、今回、対応していきたいというふうに考えております。で一方で,です、ね、プラス面もあって、まあ、中小企業の人にとってもです、ねえー、これまで輸出はしてなかったけれども、輸出をするチャンスでもあります、安く輸出ができます。えー、当然、輸出産業にとっては、もう当然プラスなんですが。 新たに中小企業でこの機会に取り組んでみようというところの支援も行いたいと思いますし、円安でありますので、海外から国内への投資も安くできますから、国内投資、海外からの投資もですね増やしていく、そうした取り組み、ぜひ大胆な設備投資支援も行っていきたいというふうに考えております。そそうしししたたこことととををを輸出をしまた国内投資を呼び込むことで結果としてですねそれは あの円安を和らげる効果にもつながっていくというふうに思いますので、えー、いずれにしても、こうした状況の中で、中小企業中心にです、ね、企業を継続してやっていけるように、しっかりと支援策を取っていきたいというふうに考えております落合高行君。まあ短期的には金利差の問題というのは、あのそれなりにあると思います、だからこそ、投機を呼んでしまうと、でまあ、大臣はそれにプラスして、貿易収支ということもおっしゃいました。 で後半の政策を考えると、やはり日本の競争力が中長期的に見ても下がってきてしまっているということも、投資先の魅力としても、経済の力としてもあるんだというふうに思います、でこれはの、は他の通貨もドルに対して下がってるんだというような意見もあるわけですけれども、これ見てみるとです、ね、例えばポンドも下がっていることは下がってます。 ただ、円とポンドで見ると、昨年の終わりあたりは150円ぐらいです、1ポンド、今は170円ぐらい、ユーロはえー昨年の終わりぐらいが130円いかないぐらいです、今、140円台後半、47円とかですね、ドルはえ年明けにですね110円台ぐらいだったのが150円までま、円安が、主要通貨に対しては、 全これはですね、あのまあ、短期的には金利差、中央銀行が欧米は金利を上げ、まあ、インフレを対峙するために上げてますので、金利差がどんどん広がっているということが問題だと思いますが、これあのじゃあ、日銀が同じ速度で金利を上げればいいのかと言ったらですね、 こそうしたら経済が死んでしまうわけです。欧米は金利を上げる体力が経済にあるのに、日本経済には金利を上げる体力がない。やはり私は、これはですね、経済政策、今までの,、まああの好循環を作れなかったという問題があると思います。実際、数値を見てみますと、えー、私の。 配った資料の3枚目を例えば見ていただきますと、これ、GDP の6割近くは個人消費なわけですけれども、これ、そのまあ自民党の方々が悪夢のなんとか政権と呼んでいた2012年までと比べても、世帯消費はかなりガクンと残念ながら、 まあコロナという要因もありますが、その前と比べても、2019年と比べても、ガツンと下がってしまっています、その原因は実質的な賃金も下がってしまっていると、やはり、そのまあ経済が悪いと思われていた、この2012年よりか前と比べても、実質的な賃金が下がったら、世帯消費は下がってしまうと。これは やはり経済政策は必ずしも成功はしていない、成功している部分もあることはありますが、一番肝心な GDP のエンジンである世帯消費が上がっていないということは、一番問題であると思います。これ、この10年ですね、まあ、金融緩和などはしっかりやってきたわけですけれども、これ、世帯消費下がっている部分は消費税を増税したときです。 で物価が上がっているときは、増税分が、消費税の増税はあの価格にプラスされますのでえ、物価が上がっています。ということで、これはあの、増税のタイミングも間違えていましたし、先ほど、まあ、田島委員があ指摘したように、やはり成長戦略も中長期的な観点から見てみても、競争力が落ちてしまっているというようなことです。 でまあ、残念ながら、潜在成長率を見ても、まあ、内閣府と日銀で出している数字がちょっと違くてです、ね、内閣府はなぜか潜在成長率が日銀よりか高く数値を出しています、日銀の見るとほぼゼロです、潜在成長率がゼロであれば、やはり金利もゼロ近辺にせざるを得ない、そういう今、経済の状況になっているわけでございます。 私もです、ね、しっかりあの間違えている今までの政策の部分は、これはあの、コロナの、アフターコロナも見え始めてますので、しっかりと経済政策は転換を前向きなものにしていかなければならない、そして好循環を作っていかなければならないというふうに考えております。それではです、ね、先ほど我が党の 補正予算に対する緊急経済対策三本柱を田島委員がまあ説明しましたけれども、その二番目の中小企業政策についてですね、一つ取り上げたいというふうに思います。今あの消費者物価指数は九月の時点で三パーセントぐらいになりました。これはあの三十年ぶりの水準だそうです。三十年ぶりっていうとバブルが はじ、まあ、けた直後ぐらいなので、まだそれなりに、えー、経済活動が盛んなときでございました。で、一方で,です、ね、消費者物価指数はもう10%ぐらいまで上がっているわけです。で要はあす、すみません、企業物価指数ですね。企業物価指数が10%ずつ上がっていってるのに、えー、消費者物価指数は3%しか上がってないと。じゃあ、その差はどうなってるんですかというと。 これは企業が自分のまあ利益の中から吸収をしていると。これ、いずれですね、好調だった企業業績は悪い数字がどんどん出始めてしまうことは、マクロで考えたら確実でございます。価格転嫁はしていかなきゃいけないと。で、一方で、これ価格転嫁できてますかということを調べますと、大きく見ると、企業が大きい。 規模の企業は価格転嫁をわ割とやってますと、小さくなればなるほど価格転嫁できていないというような傾向があるわけでございます。これ、の今の物価高の状況、そして価格転嫁がやりづらい状況の中では、事業規模が小さければ小さいほど、その影響を受けているということでございます。 したがって、私は、えー、先月末に閉会中審査でインボイスの問題を取り上げました、これ、小規模事業者ほど、今の物価高等で苦労しているにもかかわらず、そこに対して実質的な増税であるインボイスを導入する、これは、まあ、そ,それ自体も私はどうかと思いますが、タイミングが完全に間違っていますよということを申し上げました。 でもう一つあるんですあの、中小企業向けにゼロゼロ融資というのをコロナのときに行いました、でこれはです、ねえー、かなり喜ばれたと思います、ゼロゼロ融資とは、えー、と無利子、無担保で貸しますよと、しかも今回、特別に返済を2年ぐらい猶予してあげますよというふうにやったわけです。 でこれ、2020年の3月から始まったので、そこから返済猶予2年というと、そろそろ返済が始まっているわけです。これ、だんだんとですねえ倒産件数等も増えてくるというふうに思うんですが、大臣、それに対しては、どのようにお考えですか西村経済産業大臣。ご指摘のように、中小企業の皆さんにとってですね。 ようやくコロナから回復する、そういうチャンスだということで、期待をしているところに、ロシアのウクライナ侵略があって、さまざまな原材料費が上がる、ご指摘のように、天嫁がすべてできているわけじゃないと、むしろ小さい企業は厳しいという中にあって、非常に厳しい状況が続いているというふうに認識をしております。そうした中で、倒産件数でありますが、コロナ前と比較をしますと、依然低い水準ではありますけれども、 直近6ヶ月連続で前年同月を上回ってきております。今後の倒産、廃業の動向をですね、えー、しっかりと見ていかなきゃいけないというふうに思っております。まあ、そうした中であの、ゼロゼロ融資のお話もございました。これまでのおそういう債務に対してですね、事業者から条件変更の申し出があった場合には、実情に応じて迅速にかつ柔軟に対応するよう、繰り返し要請をしてきております。その結果、相談した方の条件変更の応答率は約99%と。 ということで多くの事業者の申し出が応じられておりますし、また、コロナ融資の返済負担を軽減するためにです、ね、例えば100%保証の、コロナ融資は100%保証で借り換えられる保証制度を創設をすると、また、金融機関に対してです、ね、本制度の趣旨、あるいは事業者の実態を踏まえて、債務者の区分とか、予診判断を促していくという取り組みを進めてきているところであります。それでもなお苦ししむ事業者に対しては 各地の中小企業活性化協議会に相談をするということもございます。いずれにしても、さまざまな取り組みを通じて、中小企業の事業継続、きめ細かく支援をしていければというふうに考えております落合隆之君。まあ私、昔は銀行員やってたんですが、まあ、条件変更もう、横託率は高いですけれども、やはり借りてるゼロゼロ、ゼロゼロ融資を借りてる 件数に対してはそんなに多いわけではないというのと、やはり今の仕組みで条件変更したら前向きな資金を借りるのはかなり難しいと思います。えー、なので借り換えができますということもこれから打ち出すようですけれども、その借り換えもですね、まあ借り換え自体で債務の額が減るわけではないので、やはり小さい企業がですね、こんだけ借りてれば。 なかなかその額が減ってないと、ですね新たな前向きな融資をするということも難しい、これから中小企業の設備投資や事業の拡大というのは、なかなか難しい状況が、コロナの債務によって起こってしまうということが考えられると思います。そそもそもでですねこののののコロナの債務というのは西村大臣の時でしたっけあの緊急事態宣言を 出して今までにはなかった政府が感染拡大をさせないために、経済活動を止めてくださいと、まあ、エッセンシャルワーカー以外は基本的には止めてくださいというお願いをしたわけです、だからこそ、おいろいろなメニューを出しますよということで、経産省もです、ね、あの給付金出すの時間かかるので、とりあえずかえ借りてくださいと。 あの時は梶山大臣だったと思いますが、とにかく借りてくださいと、緊急的に呼びかけたわけでございます。で、その時に3月末の倒産も逃れることができました、これは一つの政府の、まあ、成果であると思います。しかしですね、これ、政府が経済活動を止めて、借りてくださいと言って債務が増えた。これ 今までの融資と違って、経営判断ではなくて、政府の政策なんです、その中小企業たちにえ債務が増えたのがですね、だからこそ、これ、政府の政策で借金が増えちゃったんだから、その分はまあ全部ちゃらっていうよりも、一部ですね、合理的なものは認めようということもあっていいんじゃないかなというふうに思うんです。 われわれは、えー、数か月前にコロナ債務減免法案というものを、えー、提出をいたしました。それが私が配った1枚目のお資料でございます。これ、裏表あります。これゼロゼロ融資というのは、えー、30兆円もコロナ禍で増えていますで。それ以外の融資も入れると、コロナの下では55兆円。 中小企業向け融資は増えています、でえーまあ、倒産が増えることも、まあ、先ほど申し上げたように考えられるとで、日本の雇用の7割を中小企業は支えているということを考えると、この事業体がみんな前向きな投資ができる環境を作っていくには、債務を圧縮してあげることが、 マクロ政策としても有効なのではないかというふうに思います。これ、モラルハザードの仕組みを、もうここの法案には入れてます、これ、全部あ借金チャラにしていいよという話ではありません。で、こういった法案に書いてあるような、あこういう政策、大臣がおっしゃった借り換えや、えー、条件変更だけではなくて、こういう借金を少なくしてあげる。 政府の責任で増やしてしまったものは少なくしてあげる、これは政策としてありえるんじゃないでしょうか西村経済産業大臣。中小企業の皆さんが事業を継続していくために、さまざまな取り組みをし、またそれを支援をしていく、これはもう非常に重要な視点だというふうに思っております。先ほどど申しし上げましたけれども 条件変更債務の条件変更、の横託ーー率が非常に高い、多くの事業者があの相談に乗って、またそれに応じてきているという状況がありますし、また一般的に貸付金はですねまあ返済していただくというのはあの前提のものでありますので、一律減免ということについては、まず一つには、債務の弁済に向けて事業改善を行う動機の提言という典型的なモラルハザードが発生する恐れがあること、それから二つ目には、 あの借金をせずにしのいでいる方との比較、あるいは経営改善に取り組んで、すでに返済を開始した、えー、そうした者との間の公平性、こういった観点からも慎重に判断する必要があると認識をしております。あのえー、政府としてあの、増大する債務に苦しむ事業者に対しては、先ほど申し上げたあの事業再生、今、中小企業活性化協議会でありますけれども、そこによる個別相談、あるいは、えー 業種別の再生支援事例集も作成をし、えー、皆さん方に共有をしていくのようなことも進めておりますが、いずれも本当からあのこうした提案がなされていることは象徴しております。えー、まあ議員立法でありますので、どういうふうに扱いになるかはですね、国会でご案内いただくということになると思います。こちら高い。はい、その答弁書はあの応答率は高いと書いてありますが、やはり率の問題ではなくて数は少ないんです。わ我々の法案のようなものを導入すれば。 今まで例えば服に例えれば、オーダーメイドで服を作ってたのを、吊るしの服を売れるようになるのと同じように、バン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 その条件変更を行うことができるようになるわけです、それからモラルハザードも言われてますけれども、これ、いろいろな工夫の仕方はあります、基本的には借金というのは返してもらうわけなんですが、先ほど申し上げたように、 自分の経営判断で借りたというよりも、政府が借りてくれと、そして経済活動を止めてくれとお願いをしたわけです、これはあの、例えばです、ね、アメリカとかでもです、ねえーとか、1回貸して返済免除を行っているという政策をやっていることは、大臣、ご存じですよね。西村経済産業大臣 はい、あの私、コロナ担当大臣のときにも、その制度も参考にさせていただきました、あの野党の皆さんからもご提案をいただき、あの議論させていたただきました落合隆行君、はい。私がこのコロナ債務減免法案の筆頭提出者なんですが、最初にです、ね、これをやろうと思ったのが、えー、今年の予算委員会、2月2日、西村大臣が委員として質問して、これを紹介してるんです。 アメリカでは、緊急的に貸したものを、公益性とか合理的なものについては、債務返済免除をして、給付のような形に転換してるんですよと、我々はそれを法案にしたんです。大臣、ぜひ前向きに検討するべきです。先ほど、慎重に検討しますと言ってましたけれども、前向きにやるべきじゃないですか、我々だって賛成してるんですから。 西村経済産業大臣あのコロナ担当大臣の折に、その施策を見て、えー、給付を出すのは少し時間がかかるものですから、まずは借りてもらって、その上で、えー、一定金額を、まあ、補助金のような形で減免するというようなことはあり得ると思って、えー、ました。えー、ただ、当時は中小高校だけが、日本高校だけが対応したものですから。 とてもそ,そんなやり方すると間に合わないということもあったりですね、さまざ、あ、まな議論、アメリカでも実は詐欺まがいのもので、不正受給が数千億円かな、ちょっと今、正確な数字覚えてませんが、あったということもあって、当時は取らなかったんですが、あのその代わりにわれわれ持続化給付金という形で、えー、最大200万円、これを5兆円以上配ったと思います、えー、支給を、給付させていただいたと思いますし、さまざまな別の形で、あるいはあの、 飲食店への協力金のような形で、別の形で給付はもうすでに行ってきておりますので、そういう意味で、えー、あの今後、何か緊急のときがあるときは、アメリカのような仕組みも、今回あの、ゼロゼロ融資も民間にもやってもらいましたので、そういう意味で民間の金融機関も活用しながらやるということは、私は検討に値するというふうには思っておりますが、あの今の時点では慎重に考えるべきだというふうに思います。 はい、あい君時間なので終わりますが、えー、と大臣が答弁されたのは、2年前にやった給付で、まあ、大臣も今年の2月にこういったものを提案しているわけですから、経済を前向きに回すためには、かなり大きな手段であると、我々も提案させていただきましたし、前に進めていくべきだと思いますので、えー、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました 次に。